つけるわけですね。そしてそれが霊となって、やがて子供の心を着て、まあ、うつ病にかかりやすくするわけです。言い換えますとこういうことになるわけです。仮に離婚しなくても騒動があればうつ病になりやすいことですね。じゃあ私たち夫婦はどうかというと、まあ恥ずかしいながらよく夫婦喧嘩しましたね。息子たちがそう言ってますから、そうだったんだろうと思いますけども、定期的周期的に夫婦喧嘩をしました。原因は 100% 私にあったわけですね。先ほど言いましたように、私は好ましい環境で父親や母親の愛情に恵まれて豊かな環境で育った人間じゃないんですね。父親は私が5、6歳になる頃から酒に溺れて2日か3日おきに家の中で暴れました。そして時に家の中の家具をひっくり返し、シャッターをひっくり返し、障子の桟をぶち破ったり、そして物を投げつけたりして暴れましたね。私には暗くて辛い毎日でした。本当につらかったです。今でもその時の話になりますと、こう体が震えてきます。震えが止まらないですね。61歳になったこの年齢になっても一生心についた傷なんて消えやしませんよ。皆さんよくね、子供の心についた傷は消えるでしょうかという質問をもらいますが、私の経験から言えばノーです。死ぬまでずっと言います。この不安、心配、これはずっと続くんです。私は本当に父を恨みましたね。父は私が27、8歳の時に死にましたけど、涙は一滴も出ませんでしたね。ああ死んだかという感じでしたね。ただ誤解ないように言ってきますけども、私はそういう父を自分が40歳過ぎに45歳になり、そして自分があの時の父親の立場になってみた時に、初めて父の気持ちが理解できるようになりました。実は父も犠牲者だったんですね。あの戦争では台湾に出兵しました。そしてそこでアメリカ軍と肉弾戦をやったんですね。そして腹に2発貫通銃創を受けているわけです。ですから傷痍軍人として日本へ途中で帰ってきているんですね。父には父の言うに言われない、今でこそね PTSD ね、心理外傷後それ症候群という、まあ、言葉もありますけど、当時はそんな言葉すらもありませんでしたから、鉄砲の弾を受けたぐらいで、なんだ皇軍の兵士が何人かさってな感じですからね。多分心の傷なんてものを許されるような状況じゃなかったんでしょう。父は父で深い傷を負ったんですね。その傷をごまかすたびに、いつしか酒に溺れるようになったんですね。それが私が45歳ぐらいになった時に初めて理解できて、その頃私は初めて父というものを許すといいますか、父は決して悪人ではなかったんだ、父ですらもあの戦争の犠牲者だったんだということが分かりましたね。そして恨む気持ちは今はもうありませんね。父は父で苦しかったんだな。自転車でしたけども、私はもう中学生になる頃には車用の一途、毎日来るか来ないかという客を待ちながら、店先の火箸に体を丸めて、じーっと体を丸めて客が来るのを待っていました。あの孤独感、今になってひしひしと私に伝わってきますね。そして今思いますね。親父ありがとう、父さんありがとう、いろいろ教わったものがありますが、父が私に孤独というものを教えてくれたし、孤独との戦い方というものを教えてくれたように、今になって見て初めて分かりますね。ともかく私は、その時の長男が子供の頃にはそんなの分かりはしませんから、父親の影響をもろに受けまして、そしてその一方で父親や息子や妻にはひどいことをしたと思います。夫婦喧嘩も絶えなかったのはそのせいだと今にしてよく分かります。ですから夫婦喧嘩ばっかり見て育った、離婚こそしてしなかったけれども、あるいはいつ離婚してもおかしくない状態だったんですね。しかしともかくも
息子に移った私たち夫婦像というのはやはり悲惨で悲しいものであったに違いないと思います。その結果として息子が今あるいはその時うつ病になったとしても何がおかしくないし不思議じゃないですね。これが、まあ、だからといってね、リベタイミングした子供がですよ、すべてうつ病になるというわけじゃありませんよ。これ逆の推移ですから、うつ病になった人を調べてみたら、そしたら 39% の人にそういうリベタイミングがあったということだけなんですからね。まあ、なおかつまた別の調査によりますとですね、これは北村俊夫という確か東海大学の先生だったと思いますけども、調査によりますとですね、家族に、まあ、うつ病経験者がいますと、やはり 35% の確率で子どもにもうつ病が発症しやすいという、まあ、データもあります。ともかくも息子がそうなったのは決して息子のせいじゃないんですね。人前では、ああ水が合わなかった、食べ物が合わなかった、空気が合わなかった、ね、生活習慣が合わなかったというふうにして言いますけども、実はその種というのはもっともっと深いところにあるということなんです。まあ、ついでに言いますと、幼児教育というと皆さんがね、あの NHK の番組を見て、はい、皆さん見ていただいて、はい、おじいもやって、はい、あんなのを見てね、幼児教育だと思っている人も多いです。私は幼児教育を40年近くやってますけども、ああいうのを見ると未だに腹が立つ。幼児をバカにするんじゃねえ。だから幼稚園の子供で私はこう言ってるんですよ。お前らな、幼稚幼稚ってのは人をバカにした言葉なんだぞ。知ってるか？男の子たち、ふん、幼稚幼稚って言われたらな、バカにするなんて言ってやれよ。うん、分かったって言いますよ。幼児教育は根が深いですよ。皆さんが今そこに、今、あなたがいるのは、実は幼児期の残像、もっと言えば、常識に作られたレールに乗ってるだけなんですよ。トランプスこと症候群にしても、あるいは自立できない自分にしても、依存性のある自分にしても、心に病のある自分にしても、みんな幼児期の連続性のその上に乗っかってるだけなんですよ。自分を知るということは、それぐらい難しいことなんですよ。私はそんなことはない。大人になってから自分を作れるんだと思ったら大間違いですよ。だからパルテノン神殿の壁にはこう書いてあるんです。汝自身を知れ。ギリシャの七賢人のあれはシルスじゃなくてもう一人の哲学者が書いた言葉ですけども、それを見てあのソクラテスは自分を悟るんですから。哲学の究極の目標は汝自身を知ること、すなわち己を知ることだということで、ソクラテスは電撃に打たれたような衝撃を受けて哲学の道へと入っていくわけですね。それぐらい難しいんですよ。その原点というのはどこにあるかというと、実は幼児期にあるんですよ。まあその話についてまた別々と時間がなくなりますので、そういうことなんです。これが私が言う二つ目の問題なんです。まず子供に何か問題があったら、子供というのは家族の代表であると見る。二つ目は上の方から、そして子どもの問題というのはですね、絶対にその近視眼的に見てはいけない。辛いでしょうけど、苦しいでしょうけども、子どもというのは問題があったらそういう広い視野で見ていく。これが二つ目の解決方法なんです。じゃあ三つ目は何？実は自分の心の中を覗いていくということなんですね。これが三つ目の話になります。よく親が子を育てるというふうに言う人がいます。